お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は、外房高昌丸さんに、はい、平正のジギングキャスティング、はい、っていう釣りを、体験させてもらったんですけど、まあ、すごいタフな釣りで、タフって体がタフ、はい、うん、めっちゃ疲れましたけど、午前中だけの釣りだったんですけどね、すごい楽しませてもらいました、はい、で今日使ったタックルの話、はい、を説明していこうかなと思うんですけど、はい、今回20ストレティがこちらの方でもセミオーダーの方ができるということになったということで、こちらの方の説明をしていきたいと思います。うん、はい、で拓也さんはある程度はこうセミオーダーの仕組みっていうのは、そうだね、分かってるからね、うん、まずはボディを選ぶ、うん、ボディを選んでから、ギア比ですね、うん、ギア比の方も選んでいただいて、そこからスプールですね、合わせるスプール、うん、まあ、糸巻き量だったりとか、まあ、狙う魚だったりに合わせて、まあ、糸の太さとかも変わると思いますので、うん、そこらも選んで、はい、ハンドルの長さ、こちらも、8000番から1万4000番で、75、80、85、こういったラインナップの中から選ぶ。3タイプ?3タイプですね。あ、なるほど。で、カラーの方も、こういったネイビーの。色まで選べちゃう。はい、だったり、こちらのゴールドモデル。が選べるような形ですね。でそれに合わせてノブの形状、まあ、結構好みが出るところかなって思うんですけど、まあ、こういうラウンドタイプだったりとか、今年から出たこのエッグタイプですね、こちらの方も選べるということになっております。なるほどね、はい、でそれの選んで自分なりのを組んでもらったので、今日は、はい、もう船長がある程度 ね、 そうですね、僕のなんか初めてなんですよ、はい、この釣りで、ジギングとかそのこんなでっかいルアー投げるのも、バスだとこんな、はい、バスのルアーがちっちゃく感じちゃうぐらい、あの、ビッグベイトぐらい、はい、その中でキャスティングのとかやらせてもらって、はい、それぞれ違う仕様で、はい、まあ、作ってもらったんですけど、はい、ちょっとその辺の、はい、まあ、こういうのが楽 で要は力の使い方がまだうまくいかないから、僕なんかはこうすごい疲れちゃう。でその辺でこういうのがおすすめだよとか、そういう仕様、今日作ってもらった仕様みたいなのを教えていただけると、はい、うん、まずキャスティングなんですけど、はい、足元さんが使っていただいたこうソルティ側は1万ボディです、うん、1万ボディ、はい、うん、それにですね、1万の、XG ですね、 XG、はいはい、でハンドルがノーマル、ハンドルの、はい、ハンドルの長さはノーマルで、でノブはちょっと一つ大きいのにしてみました。その方がこう、はい、もしもこう大きいものがかかった時には、多少なりとも力が入れられるかなと思いまして、その辺にしてみました。すごい使いやすかったです、やっぱ。そうですか。うん、なんか他のは比べてないですけど、はい、なんせいろんなところに力が入りながらやってたんで。はい、もう回収も疲れるし、こうしゃくってんのも疲れるんだけども、はい、それでも慣れてない割にちゃんと自分なりに動かせたっていうのは、やっぱりこうセッティングがいいのかなっていうのは感じましたね。まあこういう風にしてみるといいと思います、うん、あ、そうですね、はい、で仮に僕がこれ自分で選んで 75mm を入れてたって想像すると、はい、もう重くて多分釣りが続けられないと思うのね。多分そうだと思いますね、え、多分これぐらいがベストだったなとは思います。そうですよね、だからやっぱベストチョイスだったんだなっていうのを。ありがとうございます。でも力のある人とか、はい、またなんて言うんだろう、回収をもっと楽にしたいっていう人は長くしたり短くしたりとか、そうですね、今日僕が使った方はこう1万4000ソルティガで、でハンドルは一つ長いやつですね、85ってやつです。でノブも一つ大きい玉を丸い方、ね、はあ、だ全長軽々やってたもんね。そうですね、片手でこんなちょい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 とかやってたから、はい、まあ慣れてきたりするとこういうセッティングもいいかなとは思います。あ、なるほどですね、はい、まあ、そういった形でジギング
にしてもキャスティングにしても、はい、やっぱりこうその釣り専用のリールっていうのを作っていくとより快適に楽にやれる。そうですね、余計こうモチベーションもやっぱ違ってきますね。でやっぱりあのファイトも余分なこう力を入れずに魚とのファイトもできるし、まあそれに伴って超過も上がってくるかなとは思います。あ、なるほどですね。今日この使ったリールたち、ラインのシステムとかってやっぱジギングなりキャスティングなりいろいろ変わってくると思うんですけど、はい、その番手によってなんかあるんですか？そうですね、まあ、このジギングタックルに関しては今日 B ライン4号入れてみました、はい、まあ、そのぐらいがこう標準かなと思います。3号4号、うん、5っていうのはあまり使わないですね。3、4でやってもらってます。でキャスティング会社なんですけど、4号、5号、もしくは6号、場合によっては8とか入れたりします。あ、そんな太いの入れるんですか、はい、で今日は橋本さんは5号を使ってもらいました。標準、はい、あ、まあ、5号ベターですね、はいはい、なるほど。で僕は B ライン6号1万4000に6号っていうのを使ってみました。なるほど、はい、そのぐらいあればその平松さんにゴーンってきてもバッチリです。バッチリ、バッチリです、ね、はい。で実はなんですけど、はい、今日使っていただいたジギングタックル、はい、こちらなんですけど、ちょっとスプールがちょっと違っていまして、うん、こちらのロードラグ、要はジギングってあんまりそう高負荷なドラグってかけないじゃないですか、うん、その中で、最大ドラグ力が落ちてしまうんですけど、かなりピッチの細かい設定ができる、うん、こちらのちょっとスクール使っていただいたんですけど、実際使ってみていかがでした？そうですね、気づかなかったんですけど、ドラグ調整してる時にあれっていう感じはありました。そうなんです、細かい設定、実はこのちょっと締めたらやっぱこうすぐドラグがかかってくれるっていうのもすごいいいメリットのあるものなんですけど、実はジギングにおいてはやっぱ細かい設定したいっていう方すごく多くて、そこをちょっと今回こういったオプションスプールの方で。なるほど、オプションスプールにはそのドラグが全部入ってる、はい、いや、このロードラグ、ロードラグ仕様っていうのかな、はい、ロードラグ中のスプール。ああ、それ選べるってことだね。でこれももちろんセミオーダーで選べますので、この純正の、ものですね、うん、はい、ドラグは変わらないものか、ロードラグのスプールを選ぶかと、はい、スプールで違うと。そうですね、スプールで変わってきますので。なるほど、まあ、最初からもうジギングでもう自分の1台組みたいよっていった場合は、うん、まあ、こういったロードラグのスプールを最初から組み入れて自分の1台作ることできたり、うん、なるほどね。体格だったりとか使うタックル狙う魚によったりとか、まあ、地域によっても変わると思うんですけど、こういうリール欲しいようだったりとか、実は1万これって H と、P、うん、パワーギアと、ハイギアのモデルしかないんですけど、今回使っていただいたのが、エクストラハイギア、こちらもあのセミオーダーでしか一応組み立ては。なるほどね、これは俺使ったのエクストラハイギア。エクストラハイギアですね。いやー、あれトップドーターでバンバンやるのはハイギアがいいっすね、やっぱね。ね、はい、なんとなく見て急いでも上がらなきゃいけないの、はい、まあ、今日なんか風がある時なんか特にですよね。ああ、追いつかないみたいになっちゃうですよね。ですよね、あの波の中チャ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 ってやるのがハイギアじゃないと、いやこれもっとハイギアでもいいかなって思うぐらいになっちゃいますもんね。なるほどね。いや船長、今日はもうすげー楽しかった、はい、ありがとうございます。釣らせてもらったし、俺釣ったのこれなんていうんですか、カンパチの子供ですね。子供、まあ、ちょっと小さいからめっちゃ引きましたよね、はい、あとこれぐらいのちょっと大きめの頭だけ、はい、同じ魚のサメに食べられちゃったやつですね、はい、いやそれでもすごい楽しかったですよ、はい、もう俺個人で来て、はい、バスだけじゃなくて豪商丸さん乗って、はい、もうこの釣りやろうと思うんですよ、はい、ハマっちゃった。そんな時に、はい、キャスティングとジギングってワンタックルでいけるんですか？それを分けてください。分けキャスティングタックルとジギングタックルで分けてほしいです。分ける、はい、じゃあ分けるとなるとどういうセッティングが、はい、俺変えますよ、それ教えてください、はい、まずじゃあジギングに関してですけど、ジギングに関しては、はい、男性であれば、うん、8000のハイギア、8000のハイギア、メモるようだな、8000のハイギア、はい、でもし女性の方が始めたいっていうんであれば、うん、8000のパワーギアですね。パワーギア、はい、でもし、うん、まあ、好みなんですけどハンドルを長くしてみたり、うんうんうん、まあ、
こう力が入りやすくしてみたりするのもおすすめです。だってこれやらないと分かんないですもんね、はい、そうですね。でも船長のおすすめだったらある程度そこでまあベーシックなところが決まってるってことですね、はい、なるほど。じゃあ俺これかな。そうですね、うん、で次はキャスティングです、はい、キャスティングは今日橋本さんが使っていただいた1万番、はい、で今日はカスタムしていただいた、はい、エクストラハイギア、エクストラハイギア、トップオーダーだから。そうですね、ちょっと早めに風もあったので早く巻いてほしいかなと思ったんで、うん、こんなうねりになるのかジャン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 ってやるのは、あれハイギアじゃなくて無理ですもんね。そうですね、あもっと早いあの、はい、もっとこう巻きたいぐらいな感じですね、うん、あなるほどね。そういう人は短くすればいいの、そういうわけでも。そうですね、まあ今日はあの一応ノーマルっていう形で、はいはい、あの用意してみました。あ、まあ、使いやすかったです、はい、なるほど。じゃあ、まあ、これをハンドル長くしてみるっていうのも OK です、うん、ああなるほどですね、はい、まあ、エクストラハイギアになるとなかなかやっぱパワーの伝達っていうのが難しい。でもバランス良かったらすごいやりやすかった。俺の筋力の問題で疲れたけどね。そうですね、まあちょっとノブの方も実はでかく、うん、ちょっとでかいタイプのラウンドタイプっていうのをこれね、はい、船長に選んでいただいて、はい、これそうなんですか、はい、でかいんですか、入れやすいよ。なるほど、まあ1万ですねこれは。もうもしくはこう1万4000、船長使ってる、はい、船長モデルですね。あ、1万4000のハイギア。なるほど。それは疲れちゃう。いやそんなことはありません。疲れない、はい、これでもいけます。いけます。でこれちょっとハンドル長くしてみました、うん、85ってやつですね、うん、でもう一つあの大きい玉を、あ、まあ、こう丸型で、丸型ね、はい、魚かけた時も力が、そうですね、入るってことで、これ P ライン6号っていう形でキャスティング、キャスティングね、はい、用意してみました。このタックルのセットはこの小正丸さんのスタンダードにとどまらずってとこですか、はい、外棒で、外棒エリアは。そうですね、これだいぶ、通用します。もう外棒ならこのタックルでいいよ。通用します。あ、はい、じゃあ船長おすすめのタックルセットがこれということで、はい、なるほど。皆さん覚えられなかった人は巻き戻しして見てもらって、そうですね、攻めを出してもらいたいなと思います。はい、じゃあ俺必ず来ますんでね、これ持って今度来るときはちゃんと持ってくるので、はい、またぜひ釣らしてください。ありがとうございます。もうめっちゃ楽しかったです。ありがとうございました。今日は一日、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。